閲覧注意、呪われた映画ベスト3。映画制作に携わったキャストやスタッフが実際に不幸や惨事に見舞われたいわくつきの映画を紹介します。忘れないようにいいねと保存をお勧めします。第3位、ポルターガイスト。呪われた映画の筆頭と言われるのがこの作品。まず公開後に長女のドミニク役の俳優が元恋人によって殺されます。これは劇中で本物の頭蓋骨を小道具として使ったたたりと言われています。また続編公開後、悪役の牧師役と祈祷師役の俳優が次々と他界。さらに第3弾公開後にはシリーズを通じて悪霊から逃げ続けた子役の少女が12歳という若さで急死。ここまで不幸が続くと呪われてるとしか思えませんね。第2位、オーメン。まず主役のグレゴリー・ペックが出演を快諾した直後に彼の息子が頭をピストルで撃ち抜いて自殺しました。撮影中犬がスタントマンに噛みついて大怪我。さらに動物担当者が虎に食われて